おはようございます。塚原農園です。今日は肥料についてお話をしたいと思います。いやー、活性肥料がかなり上がりましたね。皆さんの地域どうですか俺んとこ、私んとこ、めちゃくちゃ上がってるよーっていう方、コメントをください。困ってるよーって方もいらっしゃるんじゃないですかね。ほんと、迷りましたね。私の地域でもすごい値段が上がってます。まあ、こちらにあるのは、 オール14という化成肥料なんですけれども窒素リン酸カリが十1414とねそれぞれ万能タイプで使いやすいよく野菜を作るのに、うん、そうですねキャベツ白菜とか、まあ、ブロッコリーとかとうもろこしとかまあいろいろなものにね使いやすいものなんですけれどもこれが一番肥料の中で安かったんですね化成肥料の中では。うん でちょっとこれどのぐらい値上がりしたのかなと思ってちょっと伝票見直しをしてみたんですけれども、えー、昨年令和3年の4月春の時点で1200円だったものが今年現時点の令和4年の2月で2200円1000円も1年間で一袋2 0キロは値上がりしてますすごいですね 私のところで1年間でトータルでだいたい化成肥料減らしても1,500体ぐらい使うんですけれども1年間で経費100万円もかさ増しですね本当に参りましたうーん本当に困ったっていう方もね全国的に多いと思うんですが逆に全然値上がりしてないよっていう方もいらっしゃいましたらコメントくださいあ今日の動画は これっていうのは私農業を始めてからここまでね、えー、化成肥料というものが値上がりしたことが、えー、経験がないのでちょっと動画にしておこうかなと思って今撮影しておりますうんでもうちょっと細かく言うと昨年の春は、まあ、1200円だったんですが昨年の暮れまだ1か月ぐらいしか経ってませんがうん1500円だったんですねこの時点でもう300円ここから始まってます まあもうちょっと前も一時期値上がりしたことがあったんですけどまた落ち着いたんですね。で今年の令和4年の1月に入ってここで一気に500円も値上げしたんですね。物がなくなっちゃったそうです。まあ皆さんご存知かと思いますけれども、まあ、ある海外のところからね原材と量となる肥料成分のものが入らなくなったのでこれが作れないと。うん なので一気に品薄状態になっては困るということで値段が上がっちゃったわけですよね500円も。とここで終わるかと思いきやさらに2月、えー、たった1ヶ月でさらに2200円になったとこれはもうお手上げの方もいらっしゃるんじゃないですかね稼セヒでずっとやられてる方はこれは本当大産地でもっと使ってる方はこれも野菜作れ,れば作るほど赤字になっちゃうよっていうことが まあ現時点で起きてるところもあるんじゃないでしょうか。本当に参ったものですね、うん、でこちらの化成肥料を今までは私はこれ観光栽培としてやっている基準よりも半分に減らしてでその分こちらの発酵系粉というまあ特殊的なものでね、えー、まあ有天然素材の有機肥料などを加えてやっていたので。 超板手と、もうこれ絶対お手上げだというほどの大打撃ではないんですけれどもやっぱり安いに越したことはありませんので値上げする分その分経費もかさ増しされるので本当に困ってます。うん、で今はうーん新規収納した当時に比べれば4分の1ぐらいにこれ減らしているのでだんだん 少ない肥料化成肥料を効率よく野菜に吸収させて栽培ができるようなことを今勉強中なんですけれども他に微生物を使ったりぼかしを使ったりとか、ね、こういった系譜もそうです目には見えませんけれども土の中の環境微生物などを増やす環境を整えることによってこれを少なくさせるとそうすると経費も浮くと。 まあ、その分手間は多少かかりますけれどもそんな感じに今やって対応はしているところですけれどもねこれ2200円よりも,もっとねこれ例えば5000円1袋したらもうこれお手上げですよねもうこれも完璧化成肥料なんか使えなくなりますで今これ40オール14なんですけれども他ににこれだけじゃこれ元肥だけですからねさらにこれに必要なものが追肥ですうん 追肥というものはまあ、オール8号的なものが万能タイプで使いやすいものもう一つあると思うんです。けれども、まあ、かけるに使うわけですよね。うーん、これは本当に困ったものですね。えー、今日はだからどうしよう。こうしようというものではなくてね。こういったものが現時点起きていることで、まあ、皆さんからコメントいただいて、どんな風に皆さん対策をしているのかね。今すぐ。 最近始まったことではありませんから、うん、これで対策をしている方も中にはいらっしゃると思うんですねだからそういった方からちょっと意見を聞こうかなと思いまして動画にしておりますでまた今後こ,うこ,うこのようにしようというふうに計画を立てている方のコメントなどもねちょっとお聞きしたいかなと思っております、はい、<laughs> でこちらにあるものは鶏ふ、えー、なんですけれども こタイプの完熟した経粉です。す。種類あります私が今対策をしているものはまあ鶏ふをね効率よく使うことまあ動物性で言えば鶏ふですねでもう一つがトウモロコシですあとソルゴとかソルガムとあると思うんですけれどもあれは緑肥ですよね、まあ、土作りをしてふかふかふわふわにして肥料を持ちのいい畑を作れば化成肥料を少なくても済むということでまあ 新規収納した当時から、えー、これも自分で勉強しているわけなんですけど代表的なもので、まあ、ちょっとソルゴーとトウモロコシが、ね、季節柄2月で、えー、ありませんので鶏ふ、まあ、だけ用意しましたけれどもこれ、うん、すごく安いんですよね、えー、これ1 5キロですそれぞれこれは粉です税込みで88円これは砕流です税込みで195円 これはペレットタイプ。ここれれはは機械巻きででですね。これ15キロ228円でした。はい、これは令和4年の2月現時点での値段ですけれどもこれ20年前の伝票を見比べたらこれ数円しか変わっていませんでしたつまり20年前と今とでこの発行系譜に対しては値段は値上げしてないということが分かったんですね。 まあこ,こ,もここまでこの事態が起きるまでそんなに気にしてなかったんですねもともと値段が安いのででも実際に伝票を見比べたところやっぱり値上げしてなかったということでまあこれは一安心だったんですね、うん、まあこれを足して使ってこちらの高い分減らしてこちらの安いものを倍入れるかといったらそうでもなくてこれも適量というものがあるので。 うんそんなに入れるものじゃないからこれを減らしたからこちらをその分多く入れたから結局活性肥料ねだけで使っている値段と経費は同じだろうかと言ったらそうじゃなくて経費を入れたものの方が断然、うん、経費は少なくて済みますもう元声も追肥もそうですけれどもこれ追肥でも使えるんですのかか書いてあるかなあここが書いてありますねはい十分熟成してありますので えー、モド光栄のほか追肥としてもご使用くださいと書いてあります。はい。私もこれ追肥でよく玉ねぎなんかで使っているんです。肥料効果がすごく安定してるんですよね。まあ、それぞれペレットタイプと粉状では多少前後しますけれども、窒素が4.3、リン酸が3.7、えー、カリが3.2と、うん、すごく。 低いわけでもないし、高いわけでもないし、中間よりちょっと弱いタイプかな。うん。だから声焼けしないんです。だからこういうね玉ねぎありますけど、この上にバラバラと振っても、以前動画でもね、うちではこんな感じでやってますけど、いつも毎年いい玉ねぎができてますよということでご紹介しました。ねまた化成肥料を使ったもの、ぼかしを使ったもの、うん、またこの経粉を、 上に使ったものとで、ね、試験をして皆さん見ていただこうかと思って今こちら栽培しているものなんですけれども全然みんな同じような出来ですよね。うんということまあこれは地域の畑の質によってねこれが不向きなところももしかしたらあるかもしれません。私はそのかね、えー、他の地域でこれを澱粉を入れて栽培したことが経験がありませんのでこれは私の畑だけに言えること とだけかもしれませんけれども、まあ、実際のところ毎年いろんな作物を数十種類作っていますけれども、いいものができているということは事実です。ね土作りにもつながるんですね。これは言葉では言い表せないんですね。よく景風は大肥に含まれないと、うん。どちらかというと肥料効果を狙ったものだけになるよってよく言われているかと思うんですけれども。 でも実際これを畑に入れていると、すごく土もふかふかになるんです。もちろんそれは景品だけではなくて、緑肥となるトウモロコシを時には栽培をしたりとか、ソルゴーを栽培したりとかしています。うん。で今ソルゴはやっていないですね。理由としてはソルゴーは土作りにはすごくとてもいいんですけれども、ただすき込むだけであってソルゴーを栽培するには数期間、栽培期間空きます。 あの畑が空きますよね何も作物が作れませんただトウモロコシだったらどうなのかとすごくソルゴーと、ね、トウモロコシって似てますよね計算もたっぷりで、えー、土作りもなるトウモロコシは栽培したほか実となるトウモロコシを収穫すればそれは出荷物として現金の収入が得られるので 私は新規収納した当時は一部ソルゴーも作っていたけれども、今はソルガソルゴーは全部やめて全部トウモロコシにしました。うん、そんな感じでやってます。これはソルゴーがダメだとかではなくて、私の作付けには、えー、まあちょっと。 画面ついかな。ソルゴーだとお金が得られないからどうせだったら、ね、土作りもできるしお金も収入源があるトウモロコシの方がいいんじゃないのかなと思ってやってるだけです、はい、あとはこちらですねえ皆さんご存知の通り、り堆肥の代表的なものですね、まあ、牛糞、豚糞ですね、まあ、牛糞は土作りがねすごくいいと一番いいんじゃないのかなこれが、うん、動物性では、えー、ね でもう一つがトンプンですよね。これも中間タイプです。とてもいい。うん、これは結構肥料分が入ってるんです。まあ、牛糞は結構少ないんですね。まあ、数値で見ると、はい、窒素リン酸カリがもう1.3とか2.4とかなんですけれども、こちらのトンプンの方は見ていただくと4.2、3.5とかね、もう経粉ぐらい肥料効果がね経粉よりも高いかな。 まあ、景に近いででそっくりですね。なおかつ土作りにもなる有機質肥料としてやっぱり人気がありますよねいろんなところで使われてます私のところだと豚んだとよく火砕類路地の、えー、ナス、ピーマンなどでよく使われてますまあ牛糞などはどちらかというと葉物かなほうれん草私の地域だと葉物またネギとかにもよく使われてますね で私はよく使っているのは、まあ、これ全部使ったことがあるんですけれども今落ち着いてよく頻繁に使っているのが発酵系粉ですね。まずは肥料効果がすごく安定してまあ他に比べれば高いということですね。で何しろ一番はやっぱ値段が安いですねすごく安いです一応こちらの方も値段見ていきましょうか。トン,プン15キロ。 こちらの、uh, 粉15キロ、両方とも目方は同じですがこちらは338円とまあ鶏粉の方は中間の細流で見ていきましょうかこちら195円、ね、こちら約200円に対してト豚ン粉ンの方は340円ですから、ね、100円以上も1 5キロに対して高いので、まあ、こちらで使ってます。 新規収納した当時は豚舎のところから直接豚粉をいただいてましたうん無料ですねこれ地域によってもやっぱあるんですね豚粉豚舎が近くにあるところは、まあ、豚の排泄物になりますのでその豚舎の方が作られた堆肥をこういただくとその方も廃棄、まあ、物になりますので。 うんブタクソですからね。だからそれを貯めておくわけにはいきませんし地元の農家さんに使って頂ければこれ処理が浮きますからやっぱり助かるということでお互いがねいいいい感じだったんですねでこれで使っていましたで今はちょっと頂けなくなっちゃったので使っていないだけなんですけれどもその分何でやっているかといったらこのような鶏ふを入れたりとかあとはすごく似ているんですけれどもえー 不眠酸ですね。不ン酸とか油かすとかあとはぼかし米ぬか、うん、などを代用してやってます、うん、緑肥はですねトウモロコシを栽培するところだけはどうしても私の環境はトウモロコシを作付けするとちょっとバランスが崩れてしまうこれは土の成分がバランスが崩れてしまうのではなくてうーん火災類の中のナスとかっていうのは他の路地の畑に比べると幾分分 低いいいところの方がいいんですよね。要は水がたくさんあった方がいいのでそういったところにトウモロコシとか栽培してしまうと柵型の設計が崩れてしまううとということです。まあ、植え付け時期が調整ができなくなってしまうという意味からそのようななすにはトウモロコシなどは栽培をし,ないとしていないということだけですね。 全部が全部そのようなところだったら、ね、いいんでしょうけれども数少ない市街化区域の中でナスを育てるのはちょっと難しいので、うん、トウモロコシは栽培できないですね。であとはこの牛フンターヒーなんですけどやっぱ牛舎が近くにあるところなどで直接買われるとすごく値段も安いですし中では、うん、もう2トン車1台、ね、5,000円ぐらいかなもうや満載で。 ね、これだったら40リットルぐらいで、えー、300円ぐらいでね値段は高いかもしれませんけれども、まあ、必要な方にとっては、まあ、このぐらいで十分だという方もいらっしゃいますし私たちの農家のあような、まあ、面積多く作る農家にとってはこれだけでは全然足りませんから直接牛牛を飼っているところで大肥を作っているところでダンプでね開けてもらった方が 断然安いです、ね、まあそれは地域の地ちでやっぱりいろいろね堆肥の使い方っていうのもありますよね。傾、う、斜、ん、が多いところは鶏粉が多いし、ね、豚がいっぱいいるところにはやっぱ豚んも使われているとまあそれぞれいろいろあると思うんですけれどもねこのね化成肥料がとても高くなったのでもっともっと勉強していかなくちゃなと思って今思ってます。どうしようかなと本当不安ですね。 うんたった1年で1,000円の値上がりですからねで、えー、今後、ね、お金を出せば手にいくらでも出せば入るのかっていったらそうじゃなくなる可能性もゼロじゃなくなってきたそうですねもうある園芸店ホームセンターでは、えー、もう品物がないとうん困りましたねなんかマスクに似てますよねお金を出せば買えるかといったらそうじゃないとうん これ2 0キロ1 0 0 0円ちょっとで買えるものを1万円出すから分けてくれよって言ってもないものはないんだから渡せないということが現在ね現時点で起きているので本当にびっくりしました。ということなのでもっともっと勉強しないといずれこれがね手に入らなくなってこの日本に化成肥料というものがゼロになってしまった場合どうするかということで。 ね、もっと勉強しななくちゃいけないわけけわですよね、うん、これは私は値段が上がったからこの経費を使っているというわけではなくてやっぱり農業を始めた頃から化成肥料っていうのはやっぱり高いお買い物だったんですよね。なのでいかに経費を落として栽培をするかということでいろいろ土作りに取り組んできました。やっっぱり農家は野菜を作って それお金に変えて生計を立てているわけですうんその中である程度軌道に乗ってきた時に今度はいかに美味しい野菜を作ろうかとかいう風になるわけですよねまあ、私の場合はそうしてやってきましたうんそこで微生物などの資材などを取り入れると野菜の糖度がね上がるからあとは野菜が日持ちしやすくなるからとか活性疲労が多いと 痛みが早いよとか、ね、本当にそうな,のかなじゃあ自分でそういったものを畑でやってみようかなと思って今いろんな微生物資材もやっているわけですあ不幸中の幸いですねまあこれも不幸ですよね値段が上がっているわけですから、まあ、不幸中の幸い微生物資材などは値上がりしていないのがねまだまだいいわけなんですけれども。 全部が全部微生物資材というものも自分で作れる100%作れるかといったらそうではなくて作れないものはやっぱりここのように資材として購入しなくてはいけないわけですよね。自然界にあるまあお米で言えばもみ殻とかを燻製したもみ殻燻炭とかまた米ぬかとかねいろいろありますよね。そういったものは自分でも生産できるものは自分で。 うん、それを補うことはできますけれどもさすがにその大元となるものの微生物他に足りないものなど微量要素などは購入しないといけないものは、えー、ありますのでもしそれが値上がりしたらどうかなとそういった不安もやっぱ今ありますね。いろいろなところで園芸店取材店などで、まあ、聞いたところこの化成肥料にとって、まあ、一部ねご存知の方もいらっしゃると思いますけどやっぱ尿素ですよね。 まあそれが高くなっているので、えー、こういったものに関連している資材は全般的に上がっていますので今のところうーん石灰とか工、ね、藤石灰とか微量要素でね鉄道漫画放送森部店とかいろいろあると思うんですけれども、まあ、それら資材は値上がり今のところしていませんけれどもいつ何が起きるかわからないのでやっぱり常日頃から土作りの勉強をしていかに少ない肥料とか どんな時でも対処ができるようにとかいろいろ選択肢を、ね、自分で作れるようにこういったものが消去された時はこちらの道もあるよと自分が進める道をいっぱい確保できるように勉強していかなくちゃいけないなぁと本当にね、こういった値段を見るとですね改めて思い知らされるなと思いました。うん 他人ごとではなくなくってきましたねもうついに1,000も値上がりしてきたかとどうでしょうかこの値段をまじまじと見るっていう方も中には1人ぐらいはいらっしゃるんじゃないでしょうかねうん、はい。ということで今日はまあこれでどういうふうにね解決しようとかねこういうやり方だとかそういった動画とかではなくて私も本当にこれがすごく困っていますので。 これをを上手に栽培をしている方ですね、まあ、市場とか出荷している方とか、まあ、道の駅とか山直とかいろいろね農協さんとか出されている方全国各地いっぱいねこの動画をご覧になれている方でいらっしゃるかと思うんですけれどもこういったように工夫しているよとかこういった時はこういうふうにすればいいんじゃないのかなとかねいろいろな案がありましたらあのコメントください。はい。 とということで、今日は化成肥料の値上がりについてですねちょっとご紹介を、ね、お話をさせていただきました今日もご視聴いただきありがとうございましたまたよろしくお願いいたします